幸せとは星が降る夜と眩しなさが繰り返すようなものじゃなく、大切な人に降りかかった雨に傘をHey guys! 今日は皆さんの心が温まるようなそんな素敵なギフトを用意しました。1曲目にお送りしたのはバックナンバーさんのまばたきです。2曲目にお送りするのはスピッツさんの楓です。それではお聴きください。Yeah.